遠い空、遠い目、一、二で焦点が合う。やっロらー、皆さん、こんにちは。みやびんです。合う。<laughs> ちょっと面白いな、これ。<laughs> はい。今日はこちら。b q アイズのウ Winter。こちらをレビューしていきたいと思います。噂の噂のって感じです。ひもじいダンス。 ちょっとねこれ撮り終わったらね語りを撮る前に、うんえー、太陽が落ちる前に、うんえー、久々に雅を撮って、うん、その撮り下ろしは第2期コンテンツ販売でご覧ください久しぶりに撮れるからちょっとさ、うん、ちと今後はね撮り下ろしをどんどん上げていこうかなと。な 俺もプロカメラマンだぜってとこ見しとかない。デなモデルだぜってとこ見しとかないね。まあ、第2期についてはまた別動画で語りますんで。はいえー、こちら、b q ア s ズウ n ンターもね、話題ですけどもね、うちの視聴者も買った方結構いらっしゃいますけど、うん、ユニタンさんからの貸し出しです。ユニタンさんえーね、ほんと、氷見うどんを太麺、細麺だしも。 タレも、えーね、白エビタレとか、昆布タレとか入れてくれていねえ。今日、配信前にいただきますんで。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいつも、もうね、もうすぐ箱開けてお礼を送りたいんですが、本当に、まあ、いつもメールでね、ユニタンさんにはね、事情を伝えてるんですが、貸し出し来てすぐ箱開けないんですよ。<laughs> 開けちゃうと、ごっちゃごちゃの、本当にね、玄関の、えっと、 製品置き場がとんでもないことになっておりまして、えー、開けちゃうとごっちゃごちゃになって違う人に違うものを返すことになっちゃうので <laughs> <い>、えー、順番が来るまで開けないんですね。うんうん、で来たんで開けたらあれなんか箱大きいなと思って開けたら氷見うどんとたれ入ってたんでそ、うん、速攻メールで「すいませんありがとうございます」って言っておくとありがとうございます今日太麺をねちゃんと選んでくれてるあたりがもう分かってくれてるの嬉しい。ね。 とといいううでユニタンさんあありがとうございますなたの番ですえー、こちら独自開発の 12mm ダイナミックドライバーと、えー、こちらが話題になってるんですが 11.6mm の骨伝導ドライバーのハイブリッドになっておりますというわけでえみなびさんはどんな感想を持つのでしょうか、はいえー、ユニタンさんは 4.4mm バージョンを送ってきてくれたので4.4でバランスで。 シーデスエックスオで。聞いてまいりましょう。はい、さあ。いつも通りアップルミュージックアップルエーシーファイルで聞いていきます。ブラックピンクさんでラブシックグラロス。ちょうだい。ほう。 あらー、空間広くて、いい定域、ボーカルも、うん、クリアで、はい、いいね。えー、平井大さんです。スタンバイミー、スタンバイユー。うーん、あーやっぱ品がある、品があるサウンドだね。うん、うん。 聞き疲れもししない癒しサウンドでもちょっと元気なスパイスもあるから飽きないなっていうはい「ワニマさんで共に」<laughs> うんああバンドは迫力あると思ううんうんいいねはい EDM ノートでダンスミュージック。 おー。いい感じ。これも。うんうん。細かいと聞こえやすいね。そして。低音と中高域のこの差も分かりやすいし、はっきりしてて。いいね。合います。はい。ホワイトスネークさんで、スティリオブドナイツ。うんうんうん。 ハードロックはなんか落ち着いた感じがあるから迫力というかバンドと同じぐらいのレベルかな今回ははい菅田将暉さんで間違い探しあ余韻もあっていいね合うねこれもバラード合うねはい綾瀬さんで夜撫でる目の うんうん。あ打ち込み系も合うね。バランス合う。はい。サマーウォーカーさんでカルマ。うんうん。うん。なん曲によっては結構ナチュラルなところがあるから、なんかいい意味でフラットな時もあるんだなって印象があるかも。 はい。アニタ・ベーカーさんで You bring me joy。あーこれはいいね。やっぱあバラド系好きだわ。これには合うね。うんうん。はい。で、聞いていただきましょう。アリアナ・グランデさんで Just Look Up。 うーん。あ、これも、こういうなんかガチで聴かせに来るやつって、耳元の近くで歌ってくれてるのがわイメージしやすいから、これまさにその感じ。空間もあるからより綺麗に聞こえるしね。これは聞き入っちゃうね。はい。で、 えー、僕はねこういう骨伝導とか初めてで話題になってるけどいろいろチェックするんでまた出ますけど、うん、矢沢永吉さん「時間よ止まれ」セルフカバーリマスタード2022これねそこに来るよマジいきますええちゃん降臨ギターきれい こう左右に流れてくるところからがもう癒し。綺麗。あ、あの、ひもじいが言ってること多分これみんな聞いたらすぐわかる。マジで、来たわ。今ここにえイちゃん降臨した。<laughs> ああ、いいねこの渋さ合うわ。あ、これもトリップできる。もうトリップサウンド。はい。はい。で、最後、Coldplay BTS で My Universe。うんうん。これも前に出てるし、音の厚みもあるし、いいと思う。はい。はい、感想どうぞ。 いやもう、ザ・トリップサウンドって感じ。ってぐらい、あの、バラードが特に本当にね、もう、今の私だったら、これ喋らなくてもいいよってなってたら、泣きます。<laughs> 泣けるサウンド。えいちゃん、ここにいたろいた。まずえいちゃん、高齢者から。もう、地上に迷い降りた。アリアナ・グランデもここにいたろあいた。だなんかもう、ハサミをちちってるもん。うん、こっちも ってぐらい。なのに、あの、オッケーの、また綺麗さも負けてないから、うん、もう、もう全体が、もう、もう泣かせに来てる。バラード系は。なるぐらい、本当にね、濃密だしね、よかった。<laughs> びっくりした猫が。<laughs> くしゃみしたからびっくりしちゃった。そうだ、だからね、本当になんか、元気系なサウンドも合うんだけど、それよりかは私はバラードを特化して聴いていきたいなってなるぐらい、うん、本当にしっとりしたところがあって、うん、トリップしやすくて、よかったよー。<ー>最初なんかちょっと、あ、飽きなそう。あ、でもちょっとこれ、これに曲言にったら飽きるかなとか思ったんだけど、うん、あ、これはもうこれだなっていうのを見つけたら、マッチするタイプ、うん、でした。いはい。 じゃあ僕のターンですか。うん、では僕のターンの音質から言っていきます。えー、ハイ広域はね、カリッとしてるんですが、角の丸い優しい透明感のある広域で、伸びもあって、解像度も高くて見通しがいいです。で上質な広域になっております。で、ミッド中域は、もうボーカルの細かい表現、すべてわかるような解像度で、オケとの距離感も絶妙で、オケの余韻や艶もいいです。 で定位も抜群で、もう音がしっかりつかめます。で、ロー低域は、もうちょうどいい量の定域で、サブベースも良くて沈み込みもしっかりとあります。で、バスドラやビートのアタック感も良くて、ベースの躍動感も楽しめました。音場音上は左右に広くて上下にも若干広いです。 で空間はもう高中低域がバランスよく左右に伸びて中高域が上に伸びていく空間になっておりました。まあとにかく、えー、一言で言うと <coughs>、とてもバランスの取れた出しゃばっている帯域のない上質なサウンドで、透明感も十分にあるサウンドといった感じでございます。で、いつも通りやっていきますよけど、EDM 系聞くと、 1 2ミリのダイナミックドライバーということで EDM を聴けばきちんと重低音が出てきます。で、ビートのキレとかアタック感、スピード感もあって楽しめました。ハードロックやメタルは聞き疲れと無縁な、まあ、ここもまた宮と被ってますけど、上質で上品なハードロックやメタルを長時間楽しむ感じですね。うん、迫力よりは上質です。うん、聞き疲れなく長時間聴くって感じですね。 ーランドビアバラードはもうこれはもう余韻と空間とバランスの良いサウンドでもう上質で疲れ知らずに長時間散るタイムを満喫できるという感じになっておりました。で、音のバランス、定位、透明感、すべてがいいので、まあみやびに聞かせましたが、矢沢駅さんのセルフカバー、時間よ止まれ2020にリマスター版を聞いたらもう凄まじいです。うん A ちゃんがそこで歌ってます。うん、はいで、これ後で言いますけど、えー、置いといて、でね、まあもうこれまとめちゃいますけど、ここで。僕の感想を。これはね、10万円台のイヤホンの音というか、この、後でね、みやび値段知りますけど、うん、この価格帯ではナンバーワンじゃないかなという言える音をしてます。 ま、この価格帯だと、あるね、製品名言うとバレるな。でもあれかもいいか。えっとね、ブレーブリーが昨年話題になっ、かっさらいましたけど、それを超えてくる存在だと思いました。で、ま、あ骨伝導ドライバーっていうところ皆さん気になってると思いますが、 まあ骨伝導ドライバーって新しい試みだけじゃなくて、全体的にとてもうまくチューニングされてて、バランスのいいサウンドになっているなと思います。で、骨伝導ドライバーの効果は、これね、視聴だとね、多分気づかないと思うんですけど、低域のニュアンス、解像度が一段高くなって、低域がつかみやすくなってくるのと、 中域のボーカルのニュアンスとかオ、OK、ケの細かい部分がすっごいわかるので、A ちゃんとかアリアナグランで聞くと、もう、そこにいるかのようで、その歌ってる、なんだろう。もうほ下の擦れる音とか、もう細かいニュアンスまで、骨伝導ドライバーのおかげだと思うんですよ。解像度とは違ってて。 ええとね、なんかね、ちゃんと、リアルさというか、うん、そういうのが伝わってくるので、うん、あ、これが骨伝導ドライバーのおかげかなっていう感じですね。うん、他はね、ここを実現しようとすると解像度を上げるしかなくなるんだけど、解像度を上げると、聞き疲れのする、あの、結構、なんだろう、バキバキなサウンド、解像度お化けになってくるので、うん それではない。聞き疲れしない、ちゃんとバランスのとれたサウンドなのに、ちゃんとそういうニュアンスがつかめるから、これが骨伝導ドライバーのおかげなんだろうな。うん、ただ骨伝導ドライバーが仕事してますっていうことを感じさせないチューニングになってるんで。あとね、付属のイヤーピースよりかは、あの、セドナクリスタルとか、他のイヤピ、もっと密着するイヤピで聞いた方が骨伝導ドライバーの 効果がわかると思います。はい。で、まあ、そんな感じなんで、まあ、これは、結構、やばいもん、b q e s さん出してきたなっていう感じです。なので、みやびちゃんが気になっている価格を言ってきます。価格を言った後にもう一個、製品出しますんで。えー、b q e s Winter、えー、Amazon で、 34, 円なのでブレーブリーとかまああれは赤とか色々色で音変わるんだけどあとね夢 2, 2>、うん、あれにぶつかってきて似てるに音なんですけどうん、うん、やっぱりそれよりもより全然こっちの方がいいのでうん、うん ちょっと3万円台のこの価格帯で今のところ、まあ、今年始まったばっかですけど、うんえー、今日現在でちょっとトップいってんじゃないかなっていう感じの音を出してます<お>はいなのでえみやびさんに聞いていきましょうはい b q アイ s ウィンター Amazon、えー、で3万4500円です買いますか買いませんか買います す3万円台でもうしっくりくるような、うん、本当にね上質だったし、うん、もうここに降臨アーティストが降臨するっていうのはなかなかね出会えないじゃん。だよねもう10万オーバーのイヤホンね、うん、貸し出しとかまあ俺もたまに買って聞かせたけどうん、うん、そういう時にたまにあるよ、ねうん、ここに来た。そう で、それが3万円で叶っちゃうっていうところはでかいと思うし、うん、もう本当にこれは買って満足で、音聞いてさらに満足っていうふうになれるぐらいのものだなって思いました。うんはい、はい。では、ひもじい b q アイズウィンターこちらは売りますか売りませんか売りまーせん。これはね、もう正直聞いて驚きました。で、3万円という価格でここまでの音を作ってこられると、 他のメーカーはもうたまらないというか大変じゃないかなという気がしました。うん、だと思ったのがイヤモニとしてもステージで使えるレベルの解像度とバランスの良さを持ってるし、リスニングでも十分に音楽を満喫させてくれるイヤホンだったので、うん、これすげえなと。うん、ちょっと俺はワンチャン買うかもしんない。わ,わかんない。うん、その買う金があったらレビュー用品買えって言われるので、 まあ音楽聴かないしね。そうだね。買わないと思いますけど。でも久々にすげえなーと思いました。えー、まあこれは、うん、買った人、もうすでにね、OC にも買った人いるんですけど、うん、正解です。うん、気になる方は、視聴できるのかなこれ。多分、いいやでできるんじゃないかな。うーん。確かで。できたらしてください。で、イヤピは付属じゃない自分のイヤピを持ってってみてください。僕はセドナクリスタル推奨します。 ちょっと骨伝導の良さが分かってくるんで、で、聞き込んでください。で、バラードも絶対聞いてください。うん、できれば矢沢永吉さんの時間を止まれ2020にリマスター、聞いてください。そこに来ます。もうマジで来る。A ちゃんがそこに来ます。はい。というわけで、うん、ユニタンさん、お菓子出し、素晴らしい製品、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、えー、これはちょっとね、もうな、みんな悩んでる方もね、いると思う,よと思うんで、ちょっと。 俺は全然3万4円かけるなら行っていいと思います。はい。もしここまでしかも自分でプライベートで買おうと思ってるってはずじゃないうん、聞く。言ったの。うん。そのぐらいじゃないだから。まあ値段安いしね。うん。まあ安くないんだけどね。まあ普通の人から見たら。なんでイヤホンに3万も出すんだよっていう世界ですけど、まあ10万超える音してるので、まあいいんじゃないかなと思いましたはい。というわけで私はドラムシュッシュッシュッ。 いや、これは本当にね、買って正解だねって思えるぐらいな、本当にそこにいる。もう、ここに降臨みたいな感じの、もう、自分の好きなアーティストを身近に感じたかったら、これを真っ先に切っていいんじゃないってなるぐらいの、本当にね、トリップサウンドでした。よかったら皆さんもチェックしてみてください。そんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあね。